メソアメリカの建造物に見られるタルータブレロの種類。タルータブレロの概念図テオティワカン、ケツァルコアトルの神殿タブレロ部分の彫刻テオティワカン、月のピラミッドから見た小型神殿チョルーラの大ピラミッドの基礎部分。髪型には植民地時代以降からの境界道が改築されつつも建てられている。エルタヒンの 壁岸のピラミッドショチカル湖にある神殿の正面。タルー部分が高くタブレロ部分が短くなっていることがわかる。チチェンイッツワの戦士の神殿ティカルの古典機構機の建造物 5D-43。タブレロのパネル部分にはトラロックの目と言われるレリーフが刻まれる。ひさし部分がタブレロの上に付けられる。タルータブレロとはメソアメリカで成功した。 タルーと呼ばれる斜面部分の基段とタブレロと呼ばれる直線的で平坦な基段部分の組み合わされた建築様式のことを言う。基本的にはテオティワカンの台頭によってその影響を受けてピラミッド神殿の基段部分に採用された建築様式であってテオティワカン以前にはないというのが今のところ多数の研究者のコンセンサスである。一方でトラスから プエブラ地方により古いタルータブレロ建築があると考える研究者もいる。タルータブレロ様式の建造物は古典期段階においてメソアメリカ全域に普及し、同時代ではマヤ地域、オアハカ地方のモンテアルバンなどで建設された。タルータブレロの表面にはフレスコで彩色がなされたり、テオテワカンのケツアルコアトルの神殿やショチカルコの羽毛の蛇の神殿。 ティカルの建造物 5D-43 のように、レリーフが掘り込まれたりする場合もあった。研究者間では、支配階層が、テオティワンの支配階層と同盟、友好、従属などの関係があったかどうかについては、論争があるが、少なくとも、影響関係があったことについては一致している。テオティワン崩壊後のベラクルス地方のエルタヒン。 古典期終末期の上塞都市トゥーラ滑居時代の諸地カルコなどにタブレロ部分の上に日差し状の構造が作られるようになったりタルー部分が大きくなってタブレロ部分の幅が小さくなったりその逆になったりとバリエーションが発展したブラゼル 2003P11 ポールジャンドロやウェンデールイズ・ギデンズによると先古典期段階で確認されているとする アルフレッド・ V ・キダーが名付けたマウンド A の7番目の建物という意味であるが、現在では投資番号でマウンド F6-1 の一部とされる。マウンド A も B も土のピラミッドが上に被せられて、更新された回数を古い順から番号を付けている。キダーによるマウンド B の建物の4番目の建物という意味であるが、投資番号でマウンド F6-2 の一部とされる。 正面に張り出し部を持ちテオテワ館の月のピラミッドに告示する。コパンの初代キニチアシュクックモーが葬られた建物で、副葬品として、タズラーという愛称で知られるフレスコ画の鮮やかな、円筒型三足土器が出土した。ありがとうございます。